はい、2020年4月28日英語物語協力イベントワルプルギスの夜、あのいろいろググって調べましたよ。あのブロッケン現象とかこの辺りのお祭りじゃないけど騒ぎのことですけど、まあ、そんなことは去っておきまして、なんとかあれですよ、本日28日、もうめっちゃ走ってワルプルギスなメルコ様、あのなあなあ現存しました。アホでしょアホでしょ、それぐらいね、やっぱこれ走らなきゃあんのじゃないかなと思ってね。まあそれに関してこの周回デッキなんかをまあ軽くねやっていこうかなってことなんですけど、要は何、早く集めたいですがね、いや必要だと思ったんですよ。普段はね長いでしょ長いでしょ、いつもあんたのおかげだからいいでしょ長いでしょ、まあ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 、まあ、ということで、イベントの終了日まで逆算して計算するんですよ。昨日27日にスタートしましたが、で5月1日に終わるとして、27、28、29、30、今月31なかったんですよね。1だから実質まあ5日間。だいたい私200問ペースでやるんですよ、1日。いや、200問って何でか分かると思うんですよ。これですよ。あれ、もう全部もらったか。このデイリー報酬の200問やると福引券もらうで、そこでリミッターにしとるんですよ。これが500問だったら多分私500問やるだろうね。で、200問ペースでいくと、5日間で言うと1000問。1000問で7枚。まあガチャ引いた分もあるけど、引けばいいってことですね。まあガチャで2枚引いたんだったか、っていうと6枚いるってことか。1日1枚強ぐらいあればいい。で、大体この周回するとこってブラックキャットか。で、これがドロップ率 6% ですかね。6% ってことは確率分でいくと16回ぐらいか。確率分回すと確か 66.6% ぐらいだったんですよ。あの昔のねパチンコのなんかの覚えてね、あの大当たり確率の例えば250分の1で当たるんだったら250回回すと確か机上の理論として理論値が 66.6% ぐらい当たるんだったかな、まあ、それぐらいのところを計算していくと大体どれぐらいやらなあかんのか問題とか分かりますがね、まあ、そんなんでじゃあね脳書き長いでしょ。結論から言うと、その早くねあの周回するために問題数を減らすために、昨日が6ターンか、6問で周回したの5問までいけたんか。そんなんで本日がね480問、ついさっきドロップ終わって7限度つなの、あちょうどね、ちょっと待ってくださいね、お前スクショだけどっかなんかかっぱらってきちゃいなって言われそうだね、こいつなんかホラー吹きかって言われそうなんですけど、ちょっと待って、ね、どこだったかな、ちゃんと行きましたよ。これは絶対行かなあかんと思ったね。だってウサよりあれですよ、ほらほらほら、ちゃんと行きましたよ、育て終わりましたよ。あの一応ね証拠として、あのもう育てるのはないね、あとね、あと育てるのはないもんね、何にもほらいやもうそういう状態そういう状態ですよ。 K1 だとか育てたぐらいでね、まあまあそういうことはさておきまして、そんな感じで480問、昨日何問ぐらいやったんだろう、あれからもうちょいやっとると思う、多分300問ぐらいで折り返しとるんじゃないか、だから780、800問ぐらいか、ちょっと待ってくださいね、昨日のってこれ見れんのか、レポートレコード、昨日解いた問題247、300は嘘だね、ほらきっちりあれですかね、きっちり200ですかね、測ったように測ったように測ってるあれですかね、いかにもいかにもですかね、ほらこっちはいいわこっちはいいわね、いかにもだ、あのあれだね、福井県が私よりリミッターにしてるんだね、これ500問だと多分500問やるだろうね、2つで1000問でも多分やるだろうね、そこで福井県50枚とかで意地でも多分やるだろうね、まあ、暇人お疲れというところで、まあ、そんな感じでやりまして、じゃあやる気は足りるんかってことなんですけど、あのこれ別に課金とかして何無制限とかじゃなくても、これ私ね、これレベルがね254、多分まあまあ普通の人よりは上なんじゃないかなというのが、累計ログインで言うとこんだけなんですよ。1200日ぐらい焼くと。3年半とかぐらい。これね、あの、酔っ払ってアカウント消したりとかしてるから、実質するともうちょいあるんですよ。半年か1年以上ぐらい多いんですよ。なんで、レベルがあるから、ここのやる気が多い。この協力だけに関してはね、レベル高い方が絶対いいんですよ。この要は、そうやる気が218ありますが、そんなもんで、ね、回復していくのが多いんですよね、自然回復でも。ちょっとやって、やる気が例えば1回30ですかね、このブラックキャットが。で、なくなったら、ちょっとなんかフラフラじゃないけど、あ、私ね、暇人なんでね、自然回復じゃなくて、ちょっとほかっといて、で、回復したかなぐらいを見計らって、またやって、それの繰り返し。そんな感じでいけましたよ。
ということで、まあそんなところで右に見えとるデッキでやったんですけど、やっていきましょうということで、これ要はね、最初の3人1面目に出てくるやつ、やつらをこの2人で倒したいんですよ。まあ正式に言うと4人とか私1人でやったとか、そういう問題抜きにして、だからここ結構ぐちゃぐちゃでいい。一応ソロでもいけそうなデッキにはしたんですけど、別にこんな熊の谷入れんでも、別に達也とかでも十分。ここはあれだね、風の方がいいだろうね、多分。あの右、両方の右が水だもんで、風で相性がいいもんで。まあね、とりあえず農家経費でやっていきましょうか、レッツラドン。要は、早くね、問題をね、一問でも少なく最短距離でやりたいんで、というところで。これなんでやりだしたかというとね、またいいでしょ、農家来たら探して。この誰でも部屋で挑戦するありますが、ちょっと入って抜けますよ、一回。これがね、まあ入ってもね、結構安定しんのですよ、なんか。人数が揃って、まあ待つのも多少ありますけど、まあ人数は比較的に入りやすいですけど、問題のね、なんだろう、レベルじゃないからあれが安定しんくて、9問とかかかったりするときがある。クリアできんってことはないですけど、その時間効率考えると、私効率中なんでね、暇そうなくせにクソニートが、暇そうなくせに効率中とか言いやがって、まあまあね、そんな感じなんで、とりあえず、それが経緯ですね。なんでやっていきましょうということで。それぐらいね、いかないかんと思ったんです、私。今まで強力でこんな走ったことないですよ。本当に。行きましょうってことで、レッツラドン。それぐらいね、行かなあかんと思った。集めなあかんゆるだと思ったんですよ。だってこれ、体力6500で、水風ですよ。ウサより体力あるんですよ。耐えるんですよ。これ一応ね、タゲ死んでもいい。勝手に真ん中攻撃するで。したかったらしてもいいけど、うん、どっちでもいい。って言いながら、意図的にずらしとんですよ。わかるでしょ、わかるでしょ。これも別に、要はこういう風、これとこことか、2人倒しても別にどっちでもいい、1人でもいい。うん。別に問題ない、それは。要は最初のこの2人でこの3人なる含めた、これが倒せればもうほぼ勝ち。うん、これで一旦稼げる。ソロでやるより一旦稼げる。でここもどうでもいい。うん、逆に言うとここ間違えてもいいよね、別に問題ないね。ここが問題ないですよね、ヘビがね。ここもスキルさえ発動すれば間違えてもいい。ただ1ターンかかるだけで、まあ一応倒しますけど、間違えてもいい。間違えてもここの白虎が回答できれば、ああ問題あっとるって意味であっとればいい。さらにここも間違えてもいい。蛇がかかってなくてもいい。白虎かけて倒れてもいい。まああえて倒れずに行きますけど、うん、どっちでもいい。これはそのためにここに入れとるんですよ。ここが仮に白虎間違えたとしても、ここで倒せる。白虎がかかっとるもんで、だから結構安牌ですよ。ゆるゆるやる、別に竹も無理しんでもいいし、まあ最初私ね、これ本当は真ん中狙った方がいいっていうの、相性がいいもんでね、飛騨でね、真ん中風ですかね、所詮分かっとるもんで、意図的にたげらずに真ん中両方攻撃する分かっとるもんで、わざとこっちをずらすんかな、ワンクッションずらしとる。だからたげっとるようなもんですよね。ボタンを押してないだけで、やりやすいよ、やりやすいですよ。ここも別にこんなシビアな構成で熊のターン使わんでもいいし、達也達也でもいいし、ここ極端に言ったらね、桃太郎さん2人とかでも別にいいでしょうね。試してない、そこら辺は、までは。ここが一番肝でしょうね。ここまでに要はつなげやいいですよね。こいつが発動できれば、そしたら回数攻撃かかるもんで、ここ最悪ミスってもここでサポートできるし、ここがミスってもここがサポートできるし、ただこのあれだね、3人の中で2問ミスるのはあかんね。1問までは許されるところだね。まあ、割と融通は効く。まあ一応、センクス。こんな感じで、5ターン、要は5問でいけますがね。で、スキル発動に関するところも、実質押さなあかんのってこことここだけ。まあもう本当にね、2問ぐらいとかしくってきて、ここまで来た時ここ押すぐらい。だから、スキル発動にするとまあ2回。
でタゲはほぼなし、まあ自分でずらしといてもありますけどね。でもこれ別にずらさんでも、あ、一応何アンパイが欲しいまでずらしますけど、ずらさん食っても別にいける。あ、そうしてるとあれだろうね、構成をもうちょい変えてもいいでしょうね。一応ソロでもいけそうやところ、こっちのデッキに関してはこれソロで行くんだったらここあれか、タツヤにした方がいいか。だ、そう、クマノタンだとあかんな、あの続かんもんな、ここが続かんもんな、あかんもんな。わりかしシビアじゃないもんでやりやすいっすわね。うん、それは持っとる。5ターンでいけるもんで、最速として。でこれをひたすらずっと繰り返して、繰り返して繰り返して繰り返してですよ、繰り返してこんな感じで手に入れましたと。これ結論から言うとね、結論ばっかなんですけど、あのそこまで400問とか昨日の合わせて600問800問ぐらい、暇人なんでそうやってやるぐらいだったら、あのガチャ引いた方が早いってなりますよね。英語物語のガチャ、この比較的排出率がいいから、これ多分1回引くと 1.2 か 1.5 枚ぐらい多分出るんじゃないですか、確率的に。あの神社祈祷してなくても、だから大体これ5回ぐらい6回ぐらい引きあるじゃないですか。極端に言うとこの1回限定今370円プッシュしてますが、それ引いてその後持っとるチョコ使って引いてもいけるんじゃないですか。それぐらい私これ出してもいいユルだと思った、だから走ったんですよ。コスト39だしね、思う初めてですよ私、この強力でこんなに走ったの。だからあれですよ、まだここのね、これここまだ行ってないんですよ。まだやってないですかね、やってないですかね。だからここでもう行かなきゃ思うんで、ケイビさんとこのブログで見たとき、やっぱあのパーセンテージ見たときに、あ、688だったかな、686688どっちかだったかな、パーセンテージいくと。それぐらいだったらね、ここら辺が自由とかあるんだったらちょっと考えますけど、そんでもここはやっぱあれだもんね、5人おらんとできんし、結構ミスが許されんっていうのはシビアだもんで、あの周回っていうことを考えると、ここだからみんなあれなんだね、ここでソロデッキで行く人多いんですよね。これであれで何カスタム部屋で 見とってもちょく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 一人でポンポンって消えていく人多いですもんね。名前見かけたことある人結構多かったから、あ、みんなやっぱあれだな、集めな感じでやっとるわなと思って。とまあね、そんな感じでね、あの暇人の私がね、あの初めて協力イベで本当に走ってね、絶対集めな感じでこれはというところでやりましてね、まあ、デッキ的に、まあ、これ誰にも参考にならんすよ。多分、真似する人も、真似しようとする人も、需要も価値も全くないからね。ただ、早く集めるためには、一人より、まあ、あれだね、二人のがね、二人って言ってもあれだもんな、同一人物だもんな。ジキルとハリトだな。まあね、そんな感じでね、あ、やってましてね。手持ちも両方あるから、ある程度できますわね。バカだな、お前英語物語ばっかりやっとんな、本当に暇人がこのクソ野郎みたいなところで、まあまあね、そういうのはさてくれ、それぐらい本当に私これ走らなあかんと思って走りました。ということで本日が27、28日なんで、まああとはね、緩やかに回収していきながらね、あの裏ボスとかそのあたり集めていって、またいつものごとくのこの200問ペースに戻っていこうかなって、大体のところに。そうそう、今日は400あれぐらいか、488か、ここに出とるか、ここに出とるか、さすがに走りましたけどね。といってもこれ自然回復でできるから優しいですけどね。ただレベルが足りてないとあかんって、回復量が少ないってやる。こっちがねレベル254で、この相対力が218、向こうがね今見てますレベル225でね、相対力が189、そんなに違わんじゃんと思いますけどね。レベル30ぐらいしか違わんじゃん、体力だって30ぐらいしか違わんじゃんと思いますかね。これがね回復量がね結構ね、あのボディーブローで効いてくる、あの辻褄が悪くなってくる、こっちのやっぱ回復量が本当多いですね。だからこなせる数がやっぱり半端ない、うん、それは向いてますわね。まあといっても別にあれだもんね、使ってもチョコ1回復だったら別に使ってもらえますわね。そんなに多分あれだろうね、こんな何1日やる気になってやっても多分チョコ 5とかで多分いけるんじゃないかな、7ぐらいいけんかな、一気にやっていくと。どっちみちやっとるやつにじわじわ回復してますよね。まあそれぐらいね、いやあのチョコを使うのかの判断をさせるほど本当にこれ私は走らなあかんゆるだと思ったってことで、これをね、あとはここの
ゴールデンウィーク、まあ一応ゴールデンウィークって言っときますけど、そこで行われるこの対戦イベントで、素振りしながらね、ここでどっかで多分チャンスはあるでしょう。水限定とか、水のコスト120ぐらいとか、そんなあたりで、まあ所詮多分ね、これがワンサがワンサが湧いてくる日が来るんじゃないかなというところで、はい、ということで、そんな感じ、終わり。